本短角種っていう和牛の一つなんですけども、日本短角種を放牧メインで飼って草主体でお肉を作るっていうのが一つのシステム。もう一つは馬を北海道和種を中心にして森林内の野草を含めた草中心で馬を生産する。馬と牛違う家畜ですけど、そちらも草をメインで家畜生産するっていうのが大きなコンセプトになる。もともと北海道には馬いなかったって言われてます。東北地方南部馬、蝦夷地開拓のために持ってきて、冬になったら馬はほったらかして人だけ飼える。で春になったらまた馬を連れてきて、で一冬越えて生き残ってた馬たちも捕まえてまた夏の間使う。それをどんどんどん繰り返しているうちに、笹だけで一冬生き残れるような強い馬が出来上がってきて、それが今ドサンコにつながってる。ここの放牧地に入れて、10日ほど経ったので、ほとんど食べれるような場所に生えてる笹を食べ尽くした時期になっています。なので別のまだ利用していない笹が生えてるところに今日移すっていう作業を行います。月1回うち体重測定とか体尺測定をやってますので、今日下ろすついでに体重と体格測って別の放牧地に山の中にまた戻すというのが今日の作業です。315キロ。うちの牧場は7割が森林になってまして、民間放牧地の中にいろんな野生動物が住んでいる、野生動物と家畜が共存しているような森林がうちの牧場の中にある。そこでいろんな研究テーマも畜産分野じゃなくて、野生動物の分野とか植物の分野とか、さまざまな研究も融合したようなフィールドとして使える場所だと思ってます。私は、こちらの静内研究牧場の親子の群で、母親と子どもの社会関係の構築の仕方について研究をしています。2つあると思っていまして、1つは馬の数がとてもたくさんいるということです。馬の研究に携わっていると、馬にも人と同じように非常に個性が豊かに備わっているということがわかります。こちらの牧場には100頭近く馬がいますので、数をたくさん確保できるというのは大変ありがたい魅力だと思っています。もう一つはこちらで毎年20頭くらいの子どものデータが取れる。生まれた子どもの中でここで何十年と時を過ごしていく馬もいるので、障害発達についても長い目で見ていければなというふうに思っています。北海道和紙をじゃあ何のために残さなきゃいけないのって言われると、正確には答えられないっていうのが正直なところですね。今もう絶滅させちゃったら二度と取り返しはつかないし、北海道和紙場の力で北海道の開拓っていうのがなされたと言っても過言じゃないですので、子どもたちにそれこそ代々この北海道はこの馬がいたからできたんだよっていうのを語り継ぐ意味でも残すべきじゃないかと。そのためにはただ残さなきゃいけないって言っても無理ですので、ドサンコの肉食べる、森林管理に使うとか、常用馬として観光に使う、いろんな就職先っていうのを与えてやることによってしか守れないと思いますので、
で、うちの大学の役割としてはただ守るだけじゃなくて、用途をきちんと考えて、研究面でも教育面でも学生だけじゃなくて一般の市民の方にも分かってもらって、保存につながればいいんじゃないかというふうには考えます。